さて、日中天の量回ってみましょうか。これか日中天の量。はい、こっちからね。なんか上歩いたような記憶あんだけど、あ、これ歩いたんだ。ここのとこちょろっとだけやったよな。記憶のことだ。ここちょろっと見るだけ。そこ残念ですけど、よく歩かれへんねんな。全然 見られんがね。残念でございました。ちらっと見ただけでございました。いやー、やっとあったかね、看板。看板ありましたか。これは前来た時なかったからね。現在ちょうど横か。ほんまにずーっとこれ、見られへんな、ずっと。見られへんねんな、ほんまに。ビュースポット？あんなとこビュースポットあったっけ？だから、廃所に行ってみるか。いいんですけどね。あー、見れんか。フェースが邪魔になってるね。いやー、それでもね。おー、オキオキ。これ、この幅もね、相当ありますね。これが、この5だけだと400メートル以上あるからね。この幅でも300メートルぐらいあるね。こう入らんかね、こう。いやー、素晴らしいね。こんなんですよ。400メートルぐらいあるからね。400メートル以上あるからね。この5だけでも。素晴らしい。これだけ見たらもう湖でございます。ね、すごいすごい。これ、この横、ここ歩かしてくれたらね、もう、よくないんだけど。はい、ありがとうございます。終点の廃所、220メートルもあるのかね。いやー、昔思い出すね。昔はこんなやってくるくる回ってたんやって。天道寮というか前方後円墳をね。あ、ありました。遠いわ。天皇、仁徳天皇陵からだとほんま遠いわ。ここはね、1回2回来たんかな。車で1回来たことあるんだよ。ここ止めてな。2回寄ってるんですよ。3回目ですよ。まだ。どこいつも通ってんねんけど。あー、ありました、ありました。日中天の量。5世紀の前半。365メーター。前方部が235メーター。そんなしかないか。もうちょっとあるような感じしたけど。高さが 27.6 メーター。JR さんは遠いはずやわ。はい、行ってみましょう。うるさいわ、車が通ってうるさいね。はい、日中天皇陵でございます。
しょう。この前のね、前方部だけは望めるんやけどね、あとはほとんど見ることできないから。もうすぐ横ね、民家がね迫っておりますからね、右も左も。あら、雰囲気もあまり綺麗に見えないね、木々が邪魔して。いや遠かったね。ほんでは左から歩いて帰りましょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日中天皇陵でございました。はい、立正天皇陵でございます。こっちから綺麗に見えんねや。400メートルちょっと切れるぐらいかな。高さが37メートル、手前が豊富でございます。で奥がね、あれ奥の高さがこれじゃ分からんな。はい、なちょっとよく歩いてみましょう。いいね、この眺め一番いいか。このフェンスが邪魔やな、フェンスが。随分崩れてるね。この後どうすんやろうね。このまま保存かね。これだけ広げりゃ家いっぱい建ちますね。すごいんですよ。ね、500メーターの400メーターの広さなんですか。すごいすごい。このフェンスがなかったら言うことないんだけどね。フェンスが邪魔してせっかくの景観がね見えないんです。見にくいんです。見えないことないか。こうか、こう見えんのか。あの横に入る道ないねんな。あっちに行きたいんだけどね、まっすぐ抜けられるかな。草の上楽やね。ずっとセメントの上ばっかり歩いてるからね。コンクリートの上ばっかり。ああ、こんな違うんだ。あら。
こういう木も珍しいの、これ根が引っ込んどるがね。上にね、盛りつしやたかね、手前にね、